はいどうも、白コリです。コンコリー。ミューテーショネム、続きをプレイしていきます。前回、ライエンのデータロムを修復してもらって確認したところ、アレンの実験室にいたみたいなんですよね。というわけで、地下実験室に向かいます。アレンはそのことを知らなかったのか、知っていたとしたら、なんで教えてくれなかったのかっていうところですよね。ここにライエンはやってきていた。いない？絶対悪いことして先に逃げたんだ。いない。奥、これハッキングか。はい。あ、ちょっと簡単じゃない。簡単じゃないぞ、これ。あ、いけたいけた。よかった。これは？うわーすごい伏せ字になってる。なんとかとなんとか結合プログラム。第二次試運転成功。なんとかのデータの記録が進んでいる。どうやら彼らより先に研究が感染しそうだ。あれ？海鮮丼を頼んだはずだが。なんでまたハンバーガー？忘れるところだった。このことをアンに知らせないと。何のお話でしょうね。あ、ここだ。ね。ライエンはここで何かをしていましたよね。何かしてた。これは？記憶思考消去実験。この実験では、大脳の会話の特定の領域を刺激することで、固定の時間軸、固定の人間に対する記憶の保存データを消去することを目的としている。テストにより、MI は、微小な電磁効果を用いて、海馬領域に思考性刺激を与えられることが分かった。現在の段階では、その程度と時間の長さは制御できない。A を使用して実験を支援するには、結社の承認が必要。結社と繋がってる？ってこと？セーブしとこう。さて、調べよう。あの熊のぬいぐるみはなんだ？あ、これまたハッキング。え？なんか、どっかにヒントない？データレコード396、MI、研究深度報告、第2期、第3段階。制御すべきデータポイントがようやく特定された。次は大量のデータ比較実験を始めなければ。それでやっと、他の影響因子が何なのかわかる。しかし、今は実験体の入手が最大の課題だ。何とかの時のエラーがまた発生した場合どうなるか。とりあえず実験にボランティアで参加してくれる実験体を独自に入手しよう。この都市では信念の強い個体データが少なくない。この特性を利用すればある種の認知的差異を排除することは非常に容易だ。このプロセスをいかにして容易かつ迅速に実行可能な行動へ具現化するかは次の段階の検討課題としよう。何の話でしょうかね。次のページ。データレコード689、MI 研究深度報告。第6期第2段階。何とかの協力により実験プロセスが加速した。しかし、それが武器になってしまったのは、私の設計当初の思いとは全く逆の結果だ。ミシェルをこんな風に復活させるべきではなかった。ミシェル？検索及び思考性記憶消去の導入は本来必要ない精神的苦痛を癒すためだったのに、今では武器としてのみ使われている。プロジェクトの兵器化を阻止するために私ができることといえば、最大15分間効果を抑えることくらいだ。本体のミシェルは記憶を呼び出せば新たな人生を得られるかもしれない。ミシェルの本体は絶対彼らに渡しちゃダメだ。まだ次のページ。データレコード597。第4期第1段階。数ヶ月経ったが全く進展がない。しかし、いいニュースは、ミシェルとアンの仲が良くなっていることだ。現状、アンは異常状態を示してはいない。ミシェルとアン？ミシェル？変身した、
やつのことではなくて、平気化って言ってましたもんね。でも、記憶、次のページ。データレコード602、第5期第2段階、なんとかが現れた。アンにミシェルを思い出させてはダメだ。やっぱミシェルの記憶を消去してるんだ。彼らが探しに来たら、努力が水の泡になる。第5期の臨床試験は彼女から始めよう。ふむ。謎。謎の鍵を手に入れた。とりあえず、右側に行きましょうか。この先に進むらしい。はあ、ははあ、こうしてこうじゃ。ナイス。素材、あるアパートの写真。あるアパートの写真。これはアイテムから見れるんだろうか。アレンの隠された実験室、ここには何か秘密が隠されている。詳しく見れるわけじゃないですね。あのパスワードがどこかにないだろうか。ん？なんかデータ化された？アレンがこのロムを使っているのを見たことがないわ。誰？アレン博士はどこ？戻ってきたら僕と遊んでくれるって言ってたのに。みんな嘘つきだ。そうだ、君も前に約束してくれたよね。戻ってきたら遊んでくれるって。どうして忘れ。え、突然何戦うの。おお、なんだなんだ、おお、凶暴ね。あ、透明化するんだ。ちょっと、うお、よいしょよいしょ。強敵な気がする。ちょっと変身してみようか。よいしょよいしょ。今のうちに、今のうちにかなり削っておきたい。そしてよいしょ。オッケー。でもこれでもあんまり削れてないですね。よいしょ。あ、いった、それ衝撃波。よいしょ。やっぱり、あ、なんだなんだ、あー、混乱、混乱、やばい。早く治ってくんないかな。え、なんか伸びてる伸びてる。おお。お、なになに、ドローン。え、あ、やば、すごい攻撃受けた。あのモードの時は離れてなきゃいけませんね。いや、全然減らせらんないな。よいしょ。あ、いったー。やべ、強い。え、かなり強いな。硬い。マジか。あの、グルームポイント、赤いポイントを全然使っていなかったので、使っていきましょう。攻撃力アップしたいですね。あまり削れなかったからな。もう一つは、そうですね、ヒットポイントを150ポイントアップにしようかな。うん。今アップグレードできるのはこんなもんでしょうか。はい、能力をアップグレードしたところで、もう一回チャレンジ。強かったな。はい、もう一度。約束知らないよ。あ、この振り向き衝撃波忘れがち。よいしょ。マジか、またか。よ、いや、ぶつかったか。よ、んーしょ。
透明化もするってすごいですよね。振り向き衝撃波難しい。ああこの時ちょっと、ああミサイル混乱状態、マジ勘弁。よいしょ、変身しておこう。おいおいおい、いい感じ。おお、そんな攻撃まで。あれは近くにいるとダメージ受けたやつかな、それとも混乱かな。これが混乱か。でロケミサイル、よいしょ、混乱解けた。透明か、よいしょ、危なー、あれ避けんのむずくない。よいしょ、いやー反応間に合わなかった。よいしょ、あーやばー、よいしょ、うわむずいな。あこれ近づいてない方がいいやつ。これはもう近づいてない方が。ミサイル、え、あの衝撃波ってどうやって避けんの。よいしょ、よいしょ、ぬん、あれ避けたと思ったのにあれでもダメージ受けるんだまたそれなの。ミサイル、よいしょ、よいしょ、今が大チャンス。うー、もう一回シールド削らないとか。あぶ、いや衝撃波食らっちゃうんだ。マジで。ジャンプして避けるのがいいのかな。ナイス。なんだろう、頭とか狙うと気絶というか。もうちょい、なんかボスさすごいギリギリでちょっと生き残るよね。ジャンプ間に合わぬ。よいしょ、よいしょ、ナイス、勝った。これは勝ったか。ナイス、最後まで攻撃してくる。そこまでしちゃうそんな切り刻んじゃう。え、なんか胴体がやばくない。少年を忘れてしまったのはあなたのせいじゃない。そろそろ思い出すはずよ。以前のことを覚えているのか。まさか。もう誰も記憶を支配しないわ。実験室は基地につながっている。最下層を目指しなさい。結社につながってるってこと。なんでこれ全部アレンがやったの。彼もまた結社の操り人形でしょう。やっぱ結社なんだ。結社？そう、リング結社。あなたの知ってるアレンはその一員。アレンは結社の人間なの？アレンは結社からあなたに対して監視測定を行うために送られた人よ。
超越次元の不安要素となるものは、すべて彼が直接脳内から削除した。彼らの目的は、あなたと超越次元にいる殺戮者とのリンクを断ち切らせること。そんなにたくさん知っているのなら、教えて。弟はどこに？あなたが昔いた場所でしょう。違う？忘れないで。基地の奥には、カスター転送技術がある。まずそれを破壊するの。悲劇がまた繰り返されようとしている。え？もうちょっと、はっきり教えてほしい。悲劇が起こるのを未然に防がなくてはならない。絶対にカスターの転送技術を壊して。案の中にいる、セーブできないんですか？戻って。案の中にいる殺戮者を目覚めさせると、まあ、繰り返してしまうってことなんですかね。それを阻止したい。シグロを連れ戻した。現在情緒は安定している。シグロに能力の使用した痕跡がある。その上限界。ああ、この人警察じゃなくて、そっか、結社で話してた人か。どうやらシーンは本当にシグロに歪められてしまったようだ。すぐに行動に移すべきだ。シグロに歪められてしまった。シグロによって止めさせねば。ついた。会議室。なんという無謀な。分かれて行動する。オーシックスを結社中央エリアへ導き、俺はそこで彼女と会う。オーシックスの弟、どうする？死、捕まる前、拘束した。ちょうどいい。あの弟を使ってオーシックスを引きつけよう。ライエン、オーシックスってアンのこと？実験基地。聞こえる？聞こえてるよ。もしかしてアレンの実験室？違う。仮面女が言うには、ここはとある秘密結社の基地。うわ、陰謀論の匂いがプンプンする。陰謀論ね。まあ確かに。これは入れないのか。まっすぐ進むしかないかな。おー、人がおるね。話してみる。まず、博士のすぐに。なんかおかしいですね、様子が。怯えてるだけじゃなさそうだ。あ、死んでるんだけど。どうした？何かが起こった後ってこと？本当だ。様子がおかしいどころじゃなかった。あ、頭なくない？やば、どうした？誰かが暴れたん？この人ももう、なんだろう、死んじゃってるのかな？うわぁ、これ、どっちに進むんだろうな。右の部屋、見てみるか。あ、なんだこれ。武装した連中に遭遇。あ、ライエン。何かを探しているようだ。彼らを追ってみよう。もしかしたら N540 をもっと早く見つけられるかもしれない。ここを通ったんだ。ビエリの実験基地に到着した。ターゲットを抹消する。任務開始だ。ターゲット、何のお話？いや、これ、どっちが正解？こっちが正解の道っぽい。隅々まで探索したい病が。おや、戦う感じ？後ろのあの人ゾンビみたいになってるけど、強そうですね。よいしょ。遠距離装備の人から倒す。
逃げるか。緊急セキュリティシステム起動。緊急セキュリティシステム。あら、たくさん出てきた。マジで。ああ、そういうことする。おお。ダメ。危ない。よいしょ。うわ。避けたかった。ナイス。そんな瞬間移動ができるんだ。強ー。ナイス。よいしょ。お。よいしょ。ね。お。待って。あ、この回復のやつってなんだ、敵味方関係なく回復してる、もしかして。いたたたたた。よし。うむ。オッケー。シールド削り。よっしゃ。ナイス。もうちょい。よいしょ。危ない。ナイス。お。探してる。あの人首がない。おびき寄せようとしてますね。何か変だよ。うん。アウナリライエンの情報をくれるし、私たちが来ることも知ってたみたい。全部お膳立てされてるっていうの？断言できないけど。そういう雰囲気ですね。え、権限カードが必要。覚えておかないとね。なんでこの人たちこんな倒れてるし、あの人真っ黒焦げになってないですか？どうしてこんなことになってるの？ここは、あ、回復できる感謝。はい、セーブしたので向かいましょう。ここアンロックできましたね。はいはい。何あれ？なんか上に登っていったけど、あれ何？一体何なの？これは、なんか道を教えてくれるなら、私のこともワープさせてくれないかね。なんでこんなトラップをかいくぐっていかないといけないの？あー？あー！ちょっと。マジかよ。危なすぎる。これ持ってくの？これ でね、ジャンプでここを登れるようにするんだ。え、なにこれ、どういうこと？これどうすんの？あそこをくっつけたりするの？どういうことこれ？登れの？いや、違うな。なんだ？何をすればいいんだ？こっちか？はい。え？なんでマグマあるの？なんで結社のところにマグマがあるんですか？どういうこと？おー、敵いるしね。やめてー。なんでこんな
危険な。何の実験に使ってるのこれ。はあ、チューブがいっぱい。うお、プラットフォームだ。よいしょ、慎重に行こうね。よいしょ。なんでこんなアスレチックあんの。どういうこと。秘密結社って一体何のトレーニングしてんの。どういうことなの。誰かがドタドタしてた。素材。データ送信機能切った。いや。なんだろう、さっきからグルームデータの取得にずっと失敗してるんだけど。もういいや、先行こう。まあ、結社によるシステムだろうからね。通信を切られちゃったのかな。あの人話せますね。他は調べられるものないかな。終わりだ。すべて終わりだ。すべて終わりだ。一緒に死のう。これは、シグロによるものだったりするのかな。で、これなんなん？これ。これ何？どういうこと？これ。ここから先どうやって行くの？道こっちじゃないの？あ、こっちにも進めるのか。よかった、積んだかと思った。よいしょ、危ないです。もうちょっと忙しい忙しい。よいしょ。よいしょ。もう。よいしょ。こいつ。オッケー。よいしょ。私としても逃げたくないんですけど。よいしょ、倒した。ナイス。こっちでいいのかな。おお、いやーもうちょっと。いやーもう危なすぎるでしょ。おため攻撃、こっち来てくれないか。よいしょ、ナイス。これ倒さないとダメ。ピストル、ピストル、はい、ナイス。まだ来るんが。よいしょ。もうさ、戦いにくいったらないよ。しまった、奴らに見つかってしまった。またライエンだ。絶対見つかりっこなかったのに、どうして見つかってしまったんだ。俺は隠れることにした。遅かれ早かれ見つかってしまうかもしれないけど、生きていたいと思う。俺はライエン、俺は俺の家族を愛している。ライエン、どこにいるの。落ち着いて。さっきの結社の会話で言うと、捕まってるっぽいですよね。捕まったのか、どっかに追い詰められているのか。このピンクの扉は開く。二級権限カードが必要だから、今は入れない。
こっちも入れなそう。ここが通れる。アンロック。この人だいぶあわあわしてるけど大丈夫か。この人はあの赤いボールのモンスターに。赤いボールのモンスターなんていましたっけ？わからない。さっき何を拾ったの？2級権限カードを1枚。権限カード？どうやら近くに他の入り口がありそうだね。うん。とりあえず周囲を調べてみる。カード拾ったんだ。あー、この人から奪ったってこと？そしてトウモロコシさんまたいますね。はい、それでは一旦区切りたいと思います。次回、引き続き結社の中を探索して、来園を見つけ出したいところです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。